太平洋に面したメキシコの小さな町。ここに一人の画家がやってきました。いやー、びっくりするぐらい人がいいね、みんな日本画家の松井冬子さんです。海が凶暴で面白いです。やっぱりスケールが違う松井さんは伝統的な日本画の世界で斬新な作品を発表、若い女性から圧倒的な支持を得ています。昨年は紅白歌合戦のゲストにも登場。赤組は構築された統一美があったと思います。支持される理由は松井さん独自の世界観にあります。松井さんが描くのは女。無表情に横たわる女性は自ら体を切り裂き子宮を見せつけています。女とは一体何なのか。薄暗い闇を一人逃げ惑う女。襲いかかる獣や鳥は暴力と抑圧。松井さんの絵に具体的な男の姿は一切現れません。日本の中でその女性の立場と男性の立場っていうのはもうみんななんとなくそんなに差異はないような感じはしてるんですけれど、やっぱ明らかにその男性と女性では立場は全然違うというのは私はいつも自覚して生きているので、そういった意味でも今自分の感覚にはないものはできるだけ排除していって最も自分の中に入り込めるものだけを追い求めていきたい。女として生まれたことの苦しみと葛藤を描く松井さん。その作品は国外からも注目を浴びています。フランスやアメリカでも個展を開催。現代に生きる女性の心を見事に描いていると高い評価を得ました。順調にキャリアを築いてきた松井さん。しかし常に新たな作風を切り開きたいという思いがあるといいます。そんな松井さんが興味を持ったのがメキシコのフチタンという小さな町。先住民族サポテカ人の末裔が暮らすこの土地では社会の中心は女性。世界で最も女性が輝く街と言われています。世界ほとんど世界共通で、男性社会っていうのが当たり前じゃないですか。そういった中でそのフチタンっていう街だけは、女性が強い、かなり珍しい街だと思うので、そういったもう逆転している世界っていうのを私はちょっとやっぱり見てみたいっていうのはあります。すごく興味がある。どうやって社会が成り立っているのかっていうのもとても気になるし、そこにどんな問題があるのかっていうのも聞いてみたいし、といったなんかいろんな意味でフチタンは私にとってなんかこうとっても興味をかきたてられる社会ですね。これまで女性の痛みをテーマに作品を描き続けてきた松井さん。フチタンの街でどんな女性たちと出会い、どんなテーマを探し出すのでしょうか。日本画家松井冬子さんの旅が始まります。いいね、いいです、素敵。
旅は首都メキシコシティから。16世紀、スペインによって征服され、300年間統治下にあったメキシコ。国の独立記念日が近づき、町ではその準備が進んでいました。松井さん、フチタンへ向かうにあたって訪ねておきたい場所がありました。わー、素敵。おー、メキシコで最も有名な女性画家、フリーダ・カーロのアトリエ、今は博物館になっています。フリーダ・カーロは20世紀前半に活躍した伝説の画家。画家としての出発点は18歳の時経験した壮絶な事故にありました。交通事故で背骨を骨折、後遺症で激しい痛みに悩まされたフリーダは、治療中のベッドの上で描き始めたといいます。フリーダにとって絵を描くことは、傷ついた自分自身を見つめることでもありました。フリーダは女として生まれてきた自分自身の痛みと葛藤を描き続けました。もうこの辺になってくると本当に陰惨で悲しいですよね。こうなんかこう経験がそのまま絵に現れているので、なんかそれがこう胸を刺すような感じがしますね。やっぱりなんかストレートなので響きやすいと思います。何がフリーダの人生を支え続けたのでしょうか。彼女が生涯好んで身につけていたのが、フチタンの女性が着る華やかな民族衣装でした。民族衣装に込められたフチタンの女たちの誇りとは何なのか。世界一女性が輝く町フチタンは、メキシコ中部のタパチュラ市から車で160キロメートルの道のりです。フチタンは人口約8万、ユカタン半島が最も狭まる場所にある交通の要所で、古くから商売が盛んでした。サポテカ人の末裔が多く暮らすこの町では、公用語としてスペイン語に加え、サポテカ語が今でも使われています。フチタンとは一体どんな町なのか。まず松井さんが向かったのは、町の中心部にある市場です。ずらりと並ぶのは、古くからフチタンの人たちの暮らしを支えてきた豊かな海の幸。市場を見渡すと女性ばかり、男性が働く姿はほとんど見られません。1000軒以上の屋台が並ぶ市場には、女性たちの物売る声と笑顔があふれていました。ありがとう、そうします。これ女性が頑張って活躍している場所ですね。ここは16世紀頃から外国とも交易をしていたフチタン。社交的な女性の方が男性よりも早く外国語を覚えたことから、商売は
女性の役目となり、一家のお財布も女性が握るようになったのです。女性が中心なのは経済だけではありません。チタンで重要なのが年に600回もあるお祭り。この日は一人の少女の15歳を祝う成人のお祭りです。前列には華やかな民族衣装をまとった女性たち。フチタンでは町中の人が集まる大切なお祭りも女性が取り仕切っています。祭りの主役はレイナちゃん。金セネラと呼ばれる祭りでは、両親は表に出ず、少女自らが祭りをコーディネート。親からの資金は200万円。将来家計を預かるための練習とも言われています。町の人に食事や飲み物が振る舞われます。祭りはチタンの人々にとって、町中の富を分け合い、結束を深める意味もあるのです。いよいよ祭りの目玉、ダンスショーが始まります。レイナちゃん、人魚の衣装で登場です。男性を従えて踊るのがフチタンの伝統です。ありえないというか、日本ではちょっと考えられないようなこの華やかすぎるこの演出に驚きましたね。もうその人魚から登場するっていうのが、もうみんな本当に一生懸命考えてこの日のために頑張ってきたんだなっていうのがよく分かって、素晴らしかったです。エンターテインメントでしたね。華やかな女性に対して男性はというと、普段着のままでテントの外、静かにお酒を飲んでいました。No, lo que pasa es que cuando los hombres cumplen los 15 años ya son varones de responsabilidad. Sí, o sea, pues por la tradición de aquí de Juchitán, tenemos que invertir algo de. 市場でもお祭りでも主役は女性。男性たちはぼんやり時を過ごしているだけ。女たちが一生懸命働いている間、男たちはどうしているのでしょうか。松井さんは市場で魚を売る女性の家を訪ねてみました。迎えてくれたのはセルシオさん。さて、男たちは。あ、お父さん。あ、本当だ。もう思いっきりガンガン寝てますけど。どうして、こんにちは。オラ。オラ。オラ。
らっしゃいますか、こちらの。Sí, soy acá. Soy jefe de mis hijos.アキレスさん、50歳です。いつも生活のリズムっていうのはどういった感じになりますか？Se cuella, da la hora de ir a pescar, ya íbamos a pescar. 漁をやっている。En la noche. Sí. O sea, a las 5, o sea, de las 10 de la noche, así. 結構夜遅くまで。Sí. じゃあちょっと危険ですね、やっぱり。Sí, como nosotros ahorita íbamos a pescar.De regreso ya trajimos los camarones. Ya ella que van a meter los camarones. なるほど。じゃあ、男性と女性が協力し合っていつも生活を支えているという感じになっているんですよね。No, aquí los dos que trabajan aquí. Trabajan los hombres y las mujeres. Ahí trabajan los dos. Junto. なるほど。女たちが市場で働いている昼間、男たちは一休みしながら、漁の準備をしていたのです。アキレスさんには大事な内職がありました。網の修理技術を応用したハンモック作りです。1枚およそ6000円。奥さんが市場で売り、貴重な現金収入となっています。お父さんが一番欲しい買い物としてこう欲しいものって何なんでしょうか。Nosotros ahorita queremos comprar una lanchita para que íbamos más adentro del agua. Ahorita como nomás la orilla andamos, no menos como 5,000 pesos. Con ella que estamos trabajando junto. なるほど。あと。パーティーの会場に行くと、大体前列は女性がこう陣取っていて、男性は後ろの方に席があるというふうな状況を見てきたんですけれども。No, pero es que ya la gente ya tiene miedo los asaltantes que entra en el baile, por eso ya pura las mujeres entra adelante, los hombres queda atrás para que defiende las mujeres. La mujer que está él, un macho para mujeres. なるほど、わかりました。No, oye, no oye. Ah, mudo. No habla, es mudo. ¿Qué? 夕方、男たちの漁が始まりました。昔ながらの地引き網漁。町で働く男性の姿を見かけなかったのは、海や畑など町から離れた場所で仕事をしていたからでした。女性が輝く町、フチタン。ここでは男たちも輝いていました。これまで女性と男性の差を常に意識してきた松井さん。フチタンの男と女のありようはどう映ったのでしょうか。いや、すがすがしいなと思いました。やっぱりその町全体がほとんどその差別する意識が全くないし、やっぱり女性こう市場に入った時に見渡す限り女性だったっていう、なんか結構衝撃で、そうね、村の人が。フチさんのことを本当に心から誇りに思ってるっていうこと、それは気持ちよかったですね、見てて。日本画の世界に新風を巻き起こし活躍を続ける松井さん。しかし画家として成功するまでは苦難の道のりでした。18歳で女子美術短期大学に入学。卒業後一旦は企業に就職しますが、画家になる夢を諦めきれず東京芸術大学を目指します。 OL をしながらの浪人生活は5年も続きました。浪人時代の自画像です。短く切った髪と強い眼差し。
画家になるには男も女もないはずだ。松井さんの決意を感じさせます。6度目の受験で東京芸術大学日本画科に入学。周りは年代の違う年下ばかりだったといいます。いや、浮いてましたね。友達いない感じですかね。じゃあ、まあ、ライバル意識っていうよりその遊んでる暇ないっていう、それだけ。ずっと絵描いてる、ずっと絵のことしか考えてないし、ずっと絵を描くか考えるかどっちかで、いや負けたくなかったんでしょうね、多分絵に関しては。伝統的な日本画の中で数多く描くようになったのは女性の人物画でした。そこに男社会を生きる女の痛みと苦しみを強烈なメッセージとして託したのです。松井さんが在学中に描いた作品、世界中の子と友達になれる。タイトルとは裏腹に少女の手足は血で染まっています。孤独に生きる女性の姿を象徴したものでした。ウェディングドレスをまとった女性、苦悩で頭をかきむしり中身があらわになっています。狂気で幽霊と化した女性、男社会が続く限り女として生まれた者の痛みと苦しみは決して消え去ることはない。女性が生き生きと輝く町、フチタン。どうしてこんな社会が生まれたのでしょうか。松井さんはフチタンの人々が最も大切にする祭りの世界にその秘密を探ることにしました。松井さんが案内を頼んだのは美容師のフェリーナさん。フェリーチェ、フェリーナ、フユコ、フェリーナ、フェリーナ、ナイスとミリユー。フェリーナさんは衣装選びから着付け、ヘアメイクまでこなす人気者。フチタンの祭りのすべてを知り尽くす人です。はい、ムーチョグラシアス。この日は市役所前の広場で町の戦勝記念日のお祭りが行われていました。ビバフチタン、ビバラムカルフチテカ、ビバオアハカ、ビバメキコ。スペインに占領されていた時代、メキシコはフランス軍の出兵で首都も陥落。しかしフチタンでは町の人々が一致団結して戦い、フランス軍を撤退させたのです。ここでも祭りの中心は思い思いの民族衣装で着飾った女性たち。実は勝利の背景には民族衣装を着た女性たちの活躍がありました。フェリーナさんが歴史に詳しい女性を紹介してくれました。市役所で財務部長を務めるロペスさんです。La mujer fuchiteca es la que le dio ánimos a los fuchitecos para que triunfaran, porque ellos ya se sentían cansados, ya agotados de la lucha, por eso ganó la batalla. Las mujeres escondían las piedras en sus enaguas. ¿Sí?
para faldas, sí, estas faldas. En agua le llamamos nosotros a él, en agua. いいですね。ちょっと加わりたいですね。そこに入りたかったです。Eso mundialmente somos historia, pues nos conocen mucho en el mundo por ser aguerridas, por ser luchonas. いいですね。大好きですそういう話。Sí, aguerrida, por eso. フチタンの祭りではテワナと呼ばれる民族衣装は女性たちのなくてはならない清掃。フチタンの女性のほとんどが30着以上の手花を持っているそうです。夜祭りの中でも色鮮やかに輝く手花はフチタンの女たちの誇り。母から娘へと受け継がれていくのです。町の目抜き通りには民族衣装の店が立ち並んでいます。あら素敵。フチタンの女たちは民族衣装にどんな思いを託してきたのか。松井さんも選んでもらうことにしました。描かれているのはバラやダリアなどフチタンの鮮やかな花々。祭りだけでなく結婚やお葬式など人生の節目ごとに手花を身につけ柄や色合いを使い分けています。金糸や銀糸が出てくることが あるんですけれども、それはやっぱり格式がどう違ってくるのか。Para las bodas solamente。なるほど。日本でいうと着物のような存在ですね。大切に成人式に来たりとかそういう大きなイベントの時に必ず。手花の命は伝統を受け継ぐ刺繍の技。うん。全然違いますね、印象が。ママ。Pero la gente se da cuenta que si traes uno original o uno de más. なるほど、ちょっと恐ろしい。También los colores, el artesano tiene que tener creatividad para la combinación de los colores. Claro, me gustó más ese traje que está en aparador. フェリーナさんが選んだのは、職人が一針一針丁寧に刺繍を縫い上げた一品です。うん、素敵。これかっこいい。フリダカーロ。フリダカーロも好きだった。本当だ。さすが、さすがのお見立て。最も似合う絶妙な色合いでいい感じ。エリーナさんの目にかかれば手花の格式も一目瞭然。フチタンの町で民族衣装作りを担うのは限られた人たちだといいます。フェリーナさんが友人の営む工房に案内してくれました。フランシスコさんは手花の刺繍一筋50年の職人さんです。Hacer los dibujos, empieza a hacer dibujo con crayón y luego ya hacer el bordado. Un trabajo muy laborioso. 少しずつ色の違う糸を使い分けて花びらにグラデーションをつけていきます。Y dependiendo de la imaginación de cada persona, le va dando los colores. Con lápiz. 手花の刺繍はアートだとフェリーナさんは言います。あ、すごい。フリーハンドでこうイマジネーションがすぐに出てくる。これもうすでに作品じゃないですか。紙に描いたデザインに沿って針で穴を開け、最後に粉を振り生地にデザインを写し取ります。あ、なるほどね。
のパフで。ああ。なるほど。すごい。すごい。ちょっと私これなんかいつか使えるんじゃないかと思って。すごい。ありがとうございます。手輪職人たちは皆幼い頃からこの道を選び腕を磨いてきたといいます。ご家族の方でやはり手輪を作る方がいらしたんでしょうか、それともどなたかに弟子入りして学ぶということなんでしょうか。Mi padre antes cuando se dio cuenta que soy lo que soy me corrió de la casa una tía es que me enseñó a bordar。ムシェさん、サポテカ語でムシェと呼ばれる人々。ムシェは芸術的なセンスに優れているとされプチタンで祭りのための衣装や紙作りなどの仕事を担ってきました。漁師として活躍するフェリーナさんもムシェ。ムシェとは一体どのような人たちなのでしょうか。自然界のさまざまなものを神とするサポテカ人は太古から祭りを大切にしてきました。神をたたえ華やかな民族衣装を着て誇り高く踊る女たち、それを支える男たち、そんな中にムシェと呼ばれる人たちがいました。男として生まれながらも女性として生きる人々。ムシェは女性より繊細なセンスを持つとされ手輪作りから化粧まで祭りに関わる仕事を担うようになったのです。プチタンの社会でムシェが重要な役割を果たしたのには宗教的な背景があったとされています。De las personas pertenecientes a la diversidad sexual es el 10%, 10-12%. Además que también tiene que ver con una razón tanto arqueológica como religiosa. Uno es que dentro de los orígenes de Cosama, de la cultura mixteca zapoteca, de cultura popular que son el bichá, son animales que se transforman de animal a seres humanos y de seres humanos a animales y que podrían ser hombres o mujeres. Eso de alguna manera hay este como imaginario colectivo que acepta esta cuestión del travestismo y el transgenerismo. プチタンの祭りを支えてきたムシェのセンスに圧倒された松井さん、いよいよ衣装作りが始まりました。こんにちは、よろしくお願いいたします。衣装作り18年のベテランヘマさんもムシェ。独学で勉強し今ではプチタンの女性が一目置く職人さんです。エリーナさんはこうしたムシェたちをまとめるリーダーだといいます。ムシェはプチタンの町でどんな思いで生きているのでしょうか。フェリーナさんの話を聞かせてもらうことにしました。フェリーナ、オーラー。Te voy a hacer unas fotos que no tengo muchas porque luego no me gusta。 うわー、かっこいい。グラマラスですね。フェリーナさんが自分がムシェであると気づいたのは8歳。プチタンの女性の美しい衣装への憧れからだったといいます。しかしムシェの中でも成功するのは一握り、それよりも男性として生きてほしいというのが父の願いでした。反対を押し切ってメキシコシティに向かったのは22歳。美容学校で腕を磨き30歳でプチタンに美容院を開業しました。全てのムシェが
希望通りの仕事に就けるわけではありません。エリーナさんは就職指導や家族問題など若いムシェたちの相談にも乗っています。フェリーナさんが自慢の写真を見せてくれました。ムシェの人気コンテストは最も華やかなお祭りの一つ、町中の人の投票で決まります。美しさを知り尽くしたプロが競うお祭り、町の人の信頼度も評価の基準になります。フェリーナさんはそのコンテストで2度も優勝したというのです。すごいかっこいい。やだちょっと。フェリーナさんがムシェとして歩んできた長い道のり。すごい、なんて美人なんでしょう。一体どんな思いで生きてきたのか。すごい見たかったこの時。本当に見たかった。フェリーナさんは多くを語ろうとはしませんでした。もっとムシェのことを知りたい。松井さんはフェリーナさんが面倒を見ている若いムシェを訪ねることにしました。ありがとう。ムシェとして生きる道を選んでも将来に不安を抱くムシェは少なくないと言います。なんて言うんだろう、この村では差別や偏見が全然ないというふうに私は感じるんですけども、そうやって思っていいんでしょうか。De hecho, a veces, bueno, entre nosotros los amigos no tenemos discriminaciones, pero ya ves ahorita aquí a los muchachos ya drogados, aquí, ¿cómo se llama? Ya tomados, ahí donde ya empiezan a discriminar a los muches que están acá en Juchitán, dicen que van con los hombres, con cada hombre, pues van con cada hombre. Es que uno, ¿cómo se llama? Uno, pues, así de mi caso yo digo que no comprende.ムシェがいなければフチタンの祭りや民族衣装はどうなってしまうのか。若いムシェたちはもどかしさを抱えていました。Saben, y a veces cuando vamos a un lugar o una fiesta, hay edades como. わ、それはすごい。誰もが信頼を置く人柄と美容師としての確かな腕前。松井さんもフェリーナさんの手でメイクアップしてほしいとお願いしました。女性は誇り高く華やかでなければならない、それがフェリーナさんの思いです。このお花の色に合わせていろんなものをいろんなお花の色を全部合わせてこちらに。フチタンの花の柄とフチタンの刺繍、それからフチタンのレースの形、それからフチタンの髪型、そういうふうに思っていいでしょうか。せーの、やった。すごく嬉しいです。ありがとうございます。民族衣装を着る誇らしさとはどういうものなのか。松井さんも清掃してお祭りに参加します。今日は町中のロペスさんが集まるロペス祭り。フランス軍との戦いの中で最も多かった名字がロペスさんなんだそうです。ムシェが丹精込めて縫い上げた刺繍を女性たちが誇らしげに見せ合いながら踊ります。
始まって30分。遠慮がちだった松井さんもいつしか踊りの輪に加わっていました。夜、フェリーナさんから松井さんに声がかかりました。話を聞いてほしいというのです。アクティビスタソシアル、マキリスタ y trabajadora sexual。Cada quien tiene su propio trabajo. Yo me dedico a la costura, a hacer vestidos de novias 15 años. Ahí en la casa como... 芸術に対するイマジネーションがとっても湧くのは、やっぱりムシェの仕事なんじゃないかなと思いますが。ムシェの仲間が集まる前で、フェリーナさんが自分自身の話を語り始めました。Somos muy apegadas a la familia.Y no siempre estamos en casa. Los hermanos se casan, se van, hacen su vida por otra parte. Y por lo regular somos las que se quedan en casa a cuidar a los padres cuando ya están viejitos. 今フェリーナさんが一番心配なのはお父さんのこと。ムシェとして生きることを反対され、一度は家を飛び出しましたが、2年前に母が亡くなった時、父を一人にしてはおけないと同居を始めたというのです。¿Tú eres casada? はい、結婚してます。 ¿Quieres tener bebé? 赤ちゃん、そうね、日本は結構社会のシステムが赤ちゃんを産むと結構仕事からリタイアしなきゃいけないっていう社会の空気があるんですよ。子供が生まれると一度仕事を辞めて、でそこからまた社会復帰するのがすごく難しい、なかなかできることがない。なんかそれが結構日本の女の人の赤ちゃんを産みたいっていう気持ちを妨げてることが多いです。Muchas personas en México igual por su trabajo que son artistas que sonque muchas veces sacrifican el gusto de ser madre o el privilegio de ser madre por una carrera de éxito. Y muchas veces ellas al final de su vida pues se quedan muy tristes porque al final están solas en el mundo. と思われますか？Porque en nuestro caso pues sabemos que nunca vamos a tener el privilegio de dar vida. Yo digo que su buena vida porque un niño se lo merece. Al alimentado. Entonces, en estos tiempos yo creo que es difícil aquí tener. Igual y nuestras vidas, por más...enlazadas que estén con parientes, con hermanos, con familiares, siempre tenemos un dejo de soledad. Y yo creo que a lo mejor si la naturaleza nos otorgara un privilegio, eso sería lo que complementaría eso. Machi no 人々からの信頼を集め、華やかな生き方に見えるムシェ。しかし笑顔の裏側では言いようのない孤独感を抱えていたのです。いや私今までなんていうの才能もあるし、その美術に対する意識もすごく高くて、レベルが高いし、考え方とか
話の内容とかもいつもすごく面白いので、いつもこう憧れの気持ちで見ていたんですね。でもなんかそのムシさんたちといろいろ話し合うことで、やっぱり私には絶対にわからない悩みと悲しみが本当に深いところであるんだなと思って、それにあんまり分かってないで、表面的にあなんかかっこいいなって勝手に思っていたところがちょっと恥ずかしいし、あとできる限りその彼女や彼らたちが考えていることや思っていることっていうのを正確に知ることっていうのはすごい大事なんだなって思いました。ムシさんたちがそのどんな風に見てもらいたいかって聞いた時に、普通の女として見てもらいたいってあるムシさんが言って、あなるほどなと思って、それもその言葉って結構すごい歴史がないとやっぱり発することできないことだと思うんで、なんかいろいろ知ることができてよかったです。旅も残り2日、松井さんはフェリーナさんに話したいことがありました。約束の場所で待っていたフェリーナさんは初めて見る普段着の姿でした。オラフェリーナさん、いつもありがとうございます。ちょっとお願いがあって来たんですけれど、素顔の時にあんまり見せたくないんじゃないかと思ったんだけど、カメラに入ってきちゃった、大丈夫かしら。あとの2日間私絵を描きたいなと思ってずっとこの淵田に来てたんですけど、フェリーナさんにどうしてもモデルをやっていただけないかと思っているんですが、モデルはパラティいろ今までフチタンでいろんな人、女の人、男の人、ムシさん、いろんな人に会ってきたんですけど、やっぱりフェリーナさんが一番魅力的だっていうふうにどん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 感じてきて、もうフェリーナさんしかいないというふうに私の中で決まってしまいました。Yo llegando aquí a Fuchitán que me encontré muchas personas, los hombres, las mujeres. Otros conmigo por dos días más. Uh-huh. Ah, sí, claro que sí. No sé si es mejor. Arigato. すごい嬉しい、よかった。なんかそれで衣装やメイクなんですけれど、できればフェリーナさんが人にこう見られたい、こんな風な自分を見せたいっていう、そういった衣装やメイク、ヘアもそういったいでたちでモデルをやっていただけないかと思っていますが、ああ、gracias、gracias。こちらこそ。よろしくお願いします。ありがとう。嬉しい。いやー嬉しい。すごく楽しみです。書き換えがあります。あ、わかります。フェリーナさんはどんな衣装で来てくれるのでしょうか。すごい素敵、わお。
本当に素敵に着飾ってくれて。Sí, es de mi bisabuela. Tiene como 100 años y son bordados antiguos. Ah, そう。100年も経ったように見えないぐらいこう色も発色も鮮やかで綺麗ですね。フェリーナさんがこの日まとってきたのはバラの花が鮮やかに輝く手花でした。すごい。うん、いいね、いいです、素敵。20分いきます。20分書いて10分休憩を繰り返します。の腹を使い少しずつ輪郭を描いていきます。松井さんが取り出したのは鏡。絵を鏡に映して左右反転させてみることで歪みがないか確認します。1日目は輪郭を描き上げたところで終わりました。松井さんの目にエリーナさんはどう映っているのでしょうか。なんていうか、その無視であるっていうことも一つの理由ではあるんですけど、なんだろう、人生の重みみたいのがやっぱり顔に現れていて、その悲しみとか怒りとかいろんな感情をいっぱい持ってる上で、静かな態度をとっている、あのフェリーナさんのあの感じがなんともやっぱり人間的に素晴らしい人なんだなと思って。2日目、フェリーナさんの表情をじっと見つめる松井さん。この日も言葉を交わすことはありません。2日間、合計9時間かけて絵は完成しました。むちゃくちゃ悔しいです、むちゃくちゃ悔しいです。本当にありがとう、もうすごい疲れたと思います。本当にありがとう。すっかり思いますけど、ちょっとなんか途中でごめんなさい。タイトルはフチタンの気高きムシェ。フチタン女性の誇り、テワナ。決意を秘めた口元、彼方を見つめる眼差しには強さと優しさが溢れていました。
quedó muy bien. No sé. Me trasladan ahí en ese espacio. Sí. Sí, muy bien. エリーナさんの悲しみがありつつも強さと美しさを兼ね備えた人が描けてすごく嬉しかったです。そういうのを描けたらいいなと思って描きました。本当にどうもありがとう。の仕事っていうのは社会に何か物を訴えるっていう気持ちがないとコンセプトがあるべきものであるという考え方があったんですけど、寄り添え、心に寄り添えられるようなものを描けたらいいなと思って、やっぱり信頼関係が一番大事、人と人とのコミュニケーションっていうのは信頼関係が一番大事であって、できる限り自分もオープンにしないと相手もオープンにしてくれないし、そういう気持ちでいつもいたいなっていうふうに思いました。綺麗でした。